やめて。めっちゃこうなった。あと1メートル。危なかった。どう村田さん忙しいの？いやもう落ち着きました。やっとやっと息ついた。訓練のやつ？いやまあ訓練も終わりました。いろいろ終わった。あの4人1組で、あそうそうそう、新聞載ってたやつ。うん、こっちゃん遊べます。遊べるわよ。ちょっと仕事があるから、この得点場っていう、あこれだけ、あこっちこっち、何その妖怪ウォッチみたいな。壁みたいなところでこうやってこうやって乗るやつ。あ、違う違う、あれは俺じゃない。これはトムゴッチだよ。ブニルンじゃないよ。ブニルンじゃない、トムゴッチ。なに、トムゴッチ入ってんの今。え、なに、なにっち、これなにっち。わからないけど。わからないっち。え、めっちゃ臭い、どうしよう。バカ臭いんだよ。なんか臭い。汗じゃない。なんか、生乾きの匂いがします。涼しいわ。暑いな最近。どうよ。どうよ。ふっ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 。え、名前は？よしお、よしお、よしお、よしお。よしおは、これ芸人なんだから。え？よしおは、花火。いや、花火。花火？いつ花火やんの？ネバル。ネバル。ネバル。待って、これ、肩抜けんじゃない？じゃあ3つだけよ。赤星が行くよ、審判。上もあるよ。銀歯。こっちゃんもいつか銀歯になるんだ。まあみんなウォームアップは。ああ、でかい。絶対銀歯。絶対銀歯。マックスお金ちょうだい。マックスお金ちょうだい。赤欲しいよ。いやー、それは黒やって。え、黒。金。黒。俺もう一人。先払いなんだ。この店先払いなの。もう一人誰？見て。コーンちょうだい。三人しかいない。コーンちょうだい。何？コーン。コーン。コーン。コーンないよ。買うの。買うの。どういうこと？お店。お店？で、ここのお店で。ね、553だけど。大丈夫だ。おお、すげえ、ゴーゴーゴー。人間売り切れちゃう。人間売り切れてない？今日ありますよ、人間。お待たせしました。10本。10本100円です。めっちゃ高い。安っ。安っ。このご時世にバカ安い。価格で、価格。じゃあ、お前ずっと仕事？仕事とかぼちぼちでしたね。なんかいろいろあって。家引っ越したんですよ。家買って出た。やっと引っ越し終わったっすよ。うん、どこに立った？あの、ニラ山っす。あ、ニラ山に行ってきた。明日、ご飯持ってきます。お願いします。お願いします。何？戸建て？戸建てっす。
あ、もうあれ縦売り？いや、もうオーダーすぎた。どうだ？一条。おお。博多県。ブラモンで3200。あ、でもね、積水より安いよ。積水が高いらしいですね。こんな高い。え、柳さん積水です。やば。いってる。ビビ。え、もうあれですか、縦売りですか。いくらですか。5000万くらいですか。全部で。うわー、やってるわ。やった。やってるわ。あ、ありがとう。ください。見ていい？美味しそう。すんごい。椎茸がまんま入ってる。ノー調理。言う。まんまですよ。美味しそう。どれ食べ、どれ美味しい？これ何？あ、これウインナー食べた。美味しい。ありがとう、こちゃん。コンあ、ちょっと顔近づけて。かわいい。え、ブロッコリー？重さ。食べるか？これ食べてるんじゃない。あ、で、卵の顔ついてる。おにぎりの顔。全部ついてる。じゃあ、また作ってくる。お願いします。卵ないの？卵ないの？卵好きだな。あ、そうか。お願い。じゃあ、明日もしか行くけど、明日中止だったら。オッケー。ココスあるじゃないですか、下ってって あそこの目の前です。あ、もう最悪ココス。最高でココス。そういうことね。毎日ハンバーグ食える。バカ近い。目の前です。なんなら朝飯ココス。朝飯いけるどうだ、ギリ浸からないらしいんですけど。あ、そう、はい、危うい。あ、でもあそこあれだもんね、今さ、あの神奈川さ、堤防あれしてるじゃん。え、そうなんですか。あの工事したじゃん、結構前に強化したっすか。うん、あ、じゃあ大丈夫、多分やった。何の苦しみ、ここなんて。あ、かわいい。何の苦しみ、こっちがいい、こっち。ありがとう。ごめんか。え、こんな国市民でさ、はい、仕事は別に大丈夫。あ、全然大丈夫。関係ない。なんなら高田とかあるよ。そうそう。はい、ありがとう。回収ですか。ありがとう。持って帰ろうと思った。あ、そう。高田。聞いて。あれ、おめえ子供は？子供一歳ちょいして。あ、もうそんな。はい、もうでかくなった。恐ろしい。バカ歩くんですけど。イエーって言って。うん。すぐ何でも。うん。何でもいいや。もう。お前幸せだな。何でも楽しいな。やらくなって今何歳ですか。俺？あれ上が。小2で。小2でかっ。小2ってこっちよりでかいですよ。でかい。バカでかいじゃん。で、下が、10月で。2歳。あ、2歳。はい、あ、2歳ならうちと同じぐらいじゃん。1歳ちょいじゃん。そうそうそう。ちょっと前に俺の方が生まれてる。あ、そうだよ。俺一緒にさ。